ね、やったことがある学生ショーっていうのをちょっとまず語ってもらいたいなと思って、ではどうぞ。はい、そうですね、一時期ちょっと学校に通ってアロマの、音楽リフレクソロジーの方が入ったので、リフレクソロジーにすごくハマってしまいまして、本当に、すごい時は2週間に1回とか行ってたんですけれども、その時、あとは岩盤浴と、ですね、にすごく今はハマってます。アロマの学校っていうのは、はい、あれ、アロマオイル のなんか特性とかそういうのを学ぶっていうことですか？そうですね、歴史から、あと、どういう効能があるとか、あと、マッサージの仕方とか。あ、マッサージの仕方って、はい、ちょっと、家の方にちょっと不幸があって、最後まで受けることはできなかったんですけれども、はい、そしたら、お部屋とかでアロマ代とかしてる？そうですね、ちょっと、ちっちゃいキットがいっぱい入ってたりして、はいはいはい、それでちょっと自分なりに、はいはい、考えて、あ、今日の気分とかそんな感じ。そうですね。なるほどね。わかりました。じゃあ安田さん、はい、アロママッサージとか、あとは整体、はい、リラクゼーション、ボディマッサージ、岩盤浴はないんですけど、ボディマッサージっていうんですかね、普通に寝て受ける感じなんかは。月に1回ぐらい行ってまして、下半身だけ のアロマでマッサージしてもらったりとか、フットリラクゼーションとか、あともう2ヶ月ぐらい何かに受けてます。フットリラクゼーションっていうのは、フットバスとか入ってみたいな、なんか下半身全体とかだとちょっと長時間になったり、着替えをしたりするので、大体膝下を利用するんです、隙間時間に。あれ、足つぼとか入るんですよ。入ります。あれは気持ちよさそうで、気持ちいいです。この部分がちょっと疲れてますねとかって言われると、そうなのか。なるほど。私はもうかなりリラクフリークでリラクフリークで、アロマ、だからオイルマッサージっていうのはもう多分8年ぐらいで、大体次1回から2回ぐらいつけてます。でないと体が持たないってダメなんですけど、で、なんか、やっぱりあれってすごく継続の力なんで、体の線がやっぱりやってたら崩れないって言われてて、もうお尻とかあんま食べてない。あ、ごめん、自慢した、ごめんなさい。それは感じ